は続きます。今回はラインブレーカーの選手を無印起用して試してみました。特にサイドからのドリブル突破、そしてゴールを決め切る力に期待して、この2人の選手を採用です。対戦相手は 4-3-1-2。 マッチアップはこんな感じで、2トップならフライフ式 3-4-3 で間違いなさそうです。ただこのシステムと対峙する場合は、中央のラインのパスコースは特に注意が必要だと思います。さあ、ライブで無印のウィング起用はどうでしょうか。ウィングのポジショニングに注目してみてみましょう。ルンメニゲにスルーパス追加は嬉しいですね。そして相変わらずの得点能力。さて、ポジショニングはどうでしょうか。この攻撃局面において両ウィングしっかりとサイド開いています。いい感じですね。守備に関してですが、この不意のカウンター時においてもマッチアップの想定通り落ち着いて対応すれば問題なさそうです。ウィングのサイドに張るポジショニングが思っていた以上によく、また事前のパスコース検討でも問題なかったようにサイドを意識することで、ビルドアップにおけるミスは起きにくいと思います。無印ウィング、かなりポジショニングいいですね。個人的にはクロサーに次ぐサイドへの張り具合です。今回はライブレの選手で無印起用ですが、他のプレースタイルでも試してみる価値がありそうですね。またメッシを OMF、 そしてエスキにルイス・アルベルトを起用してみましたが、この並びかなりおすすめです。バルサ時代中盤まで下がってからのメッシのドリブルや抜け出しのシーンを再現するなら、メッシはこの位置がいいと思います。正直あまり期待していなかったこのライブレ無印ウィング起用、特にポジショニングに関してかなりの手応えでした。気になった方はぜひお試しください。本日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。引き続き短い時間で一つのアイデアをというコンセプトで動画投稿していきますので、ぜひチャンネル登録・高評価よろしくお願いします。